私がやりたい番組。でもそれって正直誰が見たいんだろうって思うんだよね。僕が見たいです。どうしたの？どうしたんだろう。でもなんか僕も実は悔しいです。ありがとう。じゃあ三越芝にだけ教えてあげる。私がやりたい歌謡ショー、それは私が大好きな音楽と歌と踊りが詰まってて、言うならば私にしか作れないショー。そうこなくちゃ。バンドはもちろん生演奏。おお予算度外視、豪華絢爛なブラス台にクールなリズムセクション。やりすぎ？いいです、これは空想ですから。そっか、じゃあダンサーも100人ぐらい出していいかしら。それはさすがに。わっ、おお、あ、まあこれぐらいならなんとか。うん、私も歌ってもいい？もちろんです、全部やってもらってもいいですよ。本当に？これは光さんのための、光さんにしかできないショーですから。わかった、見せてあげる、私の全部。 Look at me! Drop your hand, take it out, yeah! Shake your body, take one, two, three! 始めましょう、騒ぎましょう。 It's a show time! というと、まあ単純に私が好きな昔の曲とかを歌うってだけなんだけど、ダメか。できれば全部日本の歌でいけませんか？うん。それを今風にアレンジ。まあバンドのみんなができるなら。日本が生んだ名曲を光さんが再発見。なんだか楽しそう。いけますか？やってみましょう。一人ずつ一つ、一人ずつ一つ、一人ずつ一つ、一人ずつ一つ。 Every child has a beautiful name, a beautiful name, a beautiful name. Your birthday, your 名前を、素晴らしい名前を。いられるもんだけ
みに輝きを与えてくれた。花々の揺らめきは心にぬくもりを与えてくれた。風の音は僕の耳元でささやきながら、やがて音楽となって歩むべき道を教えてくれた。僕の歩む道にあり続けるもの、それはミュージック。It's my life. Music is my life. 愛する人とさ歌い出そう。汽車で二人行くナイアガラ、聞こえるチャーチベル、もうムード満点なのにいつも彼が降りちゃう。ゲーバー上でもっと風邪ひどくなる。あ、風がせきくしゃみ、鼻水全然もう我慢できない。配偶者いない、2歳とかそのくらいから。で、よく机の上に乗って自分も歌手の真似をして親の前で歌を歌ってた。
リモコンをマイクにして自分でオリジナルの曲とかも作って、それから弟が生まれた。当たり前だけど両親はそっちにつきっきり。その時何度も言ってた、見て見てって。机の上で踊る私を、歌う私を。それが私の始まりのルックアットミーかも。今ではたくさんの人にいろいろな私を見てほしいって思ってる。みこしば、ありがとう。皆さん、今日は本当にありがとう。あの時It's a show.